まず風下に向かって投げて、まあ、ボトムに落ちるじゃないですか。ボトムに落ちて、まあ、ちょっとだけ手入れてから、まあ、こうラインをこうルアーの重みを叩いてあげるように。で、一番やっちゃうのがよくお客さんとかいるんですけど、こう引っ張る。だからあとハードボトムとかに引っかかっても、こう叩いてちょっとずつ強くして叩いてあげれば取れるん で、それでも取れなかったら初めてこうやってもライン、沈んだラインを持ち上げてラインを持ち上げて取ってあげる。それをみんなちょっと引っかかったからこう引っ張っちゃうんですよ。引っ張っちゃうってことは、今いいところに引っかかってるのに、ここで食うところを自分でビヨーンって離しちゃって魚から遠ざけちゃうんで、このいいところ引っかかったなって思ったら、ちょっとずつ叩く強さ、取れるぐらいの強さまで強くして、ちょっとずつ取っていって、コロンって取れたら一瞬叩くペースをピタッと止め、一瞬間を作ってあげて、また同じようにへこってラインを叩いてあげる。こうへこみたいな、こんな感じ で僕はこう叩いて一回巻いて、叩いてちょっと巻いて、叩いてちょっと巻いてってやるんですけど、だいたいルアーに対して90度より後ろにで叩く人とかいるんですけど、こうなるともっと叩きにくいバカなんで、だいたい90か40度ぐらいの間で叩いてあげるのが一番ベストじゃないのかなっていう。まああともう立ち位置をちょっと向き変えれば叩けると思うんで、まあ絶対もう90度より後ろっていうのはもう本当にやりにくいんで、魚かけてこうやって巻く人もいるんですけど、絶対90度より前で巻いてくれって僕は言うんですけど、まあ、そんな感じで、まあ90度より後ろに行かないってことだけ気にしながらやってもらったらいいかなと思うん で、あとは釣れるか釣れないか運です。サイズの運なんで、まあ、あとはもう魚が気づいてくれて、で来てくれるのを祈るしかない、いいとこ入ったらみたいなって感じでやってったら釣れます。ワームの色とかは、色とかはね、ほんと気分でいいんですけど、はい、僕なんかクリアなところではこういうなんかクリスタルシャット、最近よく使ってるんですけど、はい、クリスタルシャットとかクワセモエビとかクリアなところでは使うんですけど、濁ってるところだったらちょっと濃い色を使ったりとかするんですけど、でも濁ったところは濃い色で、クリアな場所はちょっとこういう馴染みは薄い色みたいな感じで使い分けてるんですね。こんな感じですかね。まあ本当濃い濁りがあるからこういう薄い色ダメっていうわけでもないし、まあ、その日の状況に応じてあとはもう変えてって当たりが多いようやるかなっていう感じなんですけど、まあ、正直どの色でも釣れるかどの色でも釣れるなとはあるし、難しいですけどね、この色が絶対いいっていうのはまずないんで、やっぱりまずあとどの色から攻めようかなって思うときやっぱ自分が信用できる色、僕スカッパの大好きですっていう人はもうスカッパのから使ってもらうのもいいみたいな、そんな感じですかね。釣れまーす。ベローズギル 2.8 のフリーリグなんですけども、はい、こういったね、まずはこの棒型シンカーですね、の 7g に、オフセットの 2.0 でベローズギルの 2.8 インチっていうセットになります。で、使い方はまあ至って簡単で、まあ、キャストしていただいて、まあ、ボトムまで来てます。で、最近まあ卸物穴とかやってるんで 6m とかあるんで、だいたい5、6秒ぐらいいるのに時間がかかりますんで、そしたら3秒投げていただいて1回当たり引きます。打てないかな。そっからズルビ引くんですけども、ズルビ引く時に意識してほしいのが深いところを探してほしいんですよ。今年ウイドがないんで、深い感触がするところに、ベイトグッズであったりバックがついてるんで、硬いとこを探しながら釣っていきます。で、ここゴリゴリするなっていう時は
っかりまた3秒ぐらいで入れる、もしくはシェイクしてもらって、ここが食わせどころなので入れてもらって、ここからまた次の硬いところをずっと探していくっていう、これが基本の感じで、今風強いんで横さばきしてますけど、風が強くなかったら縦焼くずるずるずると、あんまりこうポーンとやりすぎるとルアーが浮き上がってしまうんで、なるべくこうボトムベタベタ感じながら引いては止めるのを繰り返しが基本になります。当たりがあった時は、はい、送ったりするんですか？そうですね、琵琶湖のバスってね、結構すぐ合わせるとフッキングしないこと多いんで、なるべく送って当たったと思ったらしっかり、まあどれぐらいやろう、当たったと思ったらちょっと引っ張ってあげるんです。逆に引っ張ってあげたら向こうもぐんぐんって引っ張ってきてるんで、そっからしっかり巻いて合わせるっていうのが基本になります。ありがとうございます。はい、あと結構おかっぱりで多分使う人も多いと思うんですけど、はい、おかっぱりとかも同じように 7g とかでもいいですかね？おかっぱりやったら、これ別に例えば 10g にしていただいても14にしてもいいんですよ。で、例えば おかっぱりで僕やるんやったら、もう 21g とかすごい重たいのにしていただいたら、キャロと同じような効果が出るんで、はい、でその時にベローズギルってフリーリグで使った時にすごい抵抗が大きいんで、こうファーストホールした後にシンカーとルアーが離れてこうフリーホールするキャロみたいな状態になるんで、おかっぱりからもめちゃめちゃ釣れるリグやと思います。でちょっと重ためにしてもいいって感じですね？全然あり。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、おでかい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 、よっしゃー入った、よっしゃーよし、ありがとうございます。これもブリブリっす。